長谷部新蓮は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武将。馬の城、長谷部遺伝の子、長氏の祖。人となりは単優あり、滝口武者として常盤殿に入った強盗を捉えた功績により、左平城に任ぜられた。後に、餅人王に仕えたが、自称四年に王が源頼政と図った兵室伊藤の計画が発覚したとき、餅人王を、 恩城寺に逃がし、ケビン氏の売ってに単身で立ち向かった。奮戦するが捕らえられ、六原で、平宗盛に質問されるも屈するところなく、持ち人王の行方を漏らそうとしなかった。平野清盛はその優劣を称して、法棄国費の軍に流した。平家滅亡後、源の頼朝より、秋国ケビン氏所に補えされ、のと国鈴軍隊仮想を与えられた。神殿の子孫は、 能登国穴水の国人として存続していき、長氏を称して、能登畑山市、加賀前田市に仕えた。また、総当州の大本山である総持寺の保護者となり、その門前町を勢力圏に収めて栄えた。大正五年、十五位を追贈された。長氏神殿現在では長氏ゆかりの穴水町で、長氏神殿を忍び、長谷部祭りが行われている。昼は、 武者行列が行われ、夜は穴水湾で屋形船や灯籠流が見られる。平成24年の第50回記念の祭りの武者行列では、主役の長谷部神殿役を2代、林家三平が奥方役を国武幸子が務めた。ありがとうございます。